関東に一つしかない公衆電話に行きたいと思います。ごめんなさい、ケロです。ここです。僕たちが中学校の時は、あった中学校には公衆電話があった。緑の公衆電話があって、で、テレフォンカードとか持ってて、親に迎えに来てもらうとか。みんな持ってたよね、財布の中に1枚は。みんな持ってました。あの時代。そう、だから、今、あの時代って言っちゃう。僕たちが高校1年生ぐらいの時から、もうどんどんスマートフォン普及しだしてきたから、公衆電話もうどんどんなくなってきたわけですよ。で、今回普通のまあ公衆電話行くわけじゃないんですけど、あれって維持するだけで1万円くらいかかるらしいのよ、月に。そう、だから、もう使われないんだから、どんどん、閉鎖閉鎖みたいな感じらしい。いいからな、街で。で、今回は、普通の公衆電話じゃありません。ヘッドホン。聞いたことない人の方が多い。僕もね、聞いたことなくて、デュエットって2人で電話できる。送信する側が2人で、受信する側が1人、計3人で電話できます。それなんです。それもなんか東京エリアで結構あったらしいんだけど、今なんと日本に3台しかない。で、実際関東に1つしかない。これどこかっていうと、神奈川県川崎市の中原区役所っていうところにあるらしい。関東はそれ1つだけで、他は島根県、津和野町、乙女峠っていうのかな。あともう1つ香川県観音寺、観音寺市、大野原町っていうのかなっていうところの県民です。珍しすぎて東京都大手町の総合博物館に展示されるぐらい。どんどん閉鎖されてるから、実際もうもしかしたらいつなくなるかわかんないということで、今あるかもわかんないですけど、行ってみましょう。せーの。遅い。みんな言われてはね、遅い。やってないもんね、さっき。はい、ということでね、行きましょう。いきなりドドーンと、はい、こちら。ここの角度から見たら普通の。なるほどね。これだったら普通の格子が何ら至って変わらないということで、目の前から見てみたいと思います。じゃあ僕と一緒に左へずれてくださいね。いきますよ、せーの。入って、はい、お、はい、お、はい、これです。これデュエットハンデー。待って、右になんか後から取り付けたようなさ、ちょっと、あ、本当だ。ってことはですよ、コウさん、あれ普通の公衆電話に一つ付けた疑惑ありますね。あれあれだ、これ本当に取り付けた感じ。これ左右対称じゃない、左右対称であってほしかった。でも取り付けた、まあそういうことなんだろうね、デュエットホンって。ちゃんと使われてる。デュエットしちゃう。そう、だから一人に聞かせる。ちょうどね、二人いるんで今日デュエットしようかな。ちょっと待って、カード入れれるやん。いや、そりゃそうだよ。テレフォンカードもう廃止されて使えないんじゃないの。そもそもテレフォンカードって今どこに売ってると思いますか。見たことない。何何何、喧嘩上等って書いてある。喧嘩上等、紫&何、小林。これ上見ると多分1年前に書いたんやけど、一番やっちゃいけないやつだ。最近ちょっと恥ずかしくなって消しに来たんや。じゃあ早速デュエットしてみますか。誰にかけるの。じゃあさ、俺思ったんだけどさ、中学校の時に学校に置いてあったとはいえ、これって携帯電話にかけれるの。俺めっちゃ恥ずかしいこと言ってる今。俺のツアーっつって、まあもう LINE の時代だから。この企画、この機械のデュエットフォンの前で LINE 通話するっていう。はい、しゅんちゃん。はい。学校やった。はい。電話番号教えてくれ。ちょっと登録したいで。あ、OK。 1、左側の、操縦脇を上げる。はい。2、右側の操縦信機を上げる。テレフォンカードまた効果あれる。10円入れます。で、最後に相手に電話かけて3人流す。もしもし、かかってる。切れたんだけど、もしかして壊れてる疑惑ある。左側の操縦信機を上げる。右側の操縦信機を上げる。テレフォンカードまた効果を切れる。相手に電話かけて3人で話す。もしもし、しゅんちゃん、多分通話時間ちょっとあったから。それ来てるよって聞こえないこっち聞こえないパターン。おー、じゃあ違うとこにかけへんじゃん。バカ野郎お前おいおいおい、公衆電話に100円入れるやつ初めて見たわ。も俺も初めて入れた。もしもし、あのね、こっちも元気してる、まあ、それはある。うん、バイトか。深夜から頑張ってな。したら今日スノボだな。うん、何も聞こえないの。俺のスマホがおかしいの。
まあ、確かに穴はぶち開いてるけども、あ、じゃあ、今言える？こっちに電話しちゃってるっていうね、もう、趣旨がもう、あ、ちょっと待って、いいよ、電話しながら、もしもし、あ、もしもし、聞こえた、もしもし、ちょっと一旦 LINE 切るね。革命や、俊平の携帯が壊れてんだ、悪いもんやもんな。お、早いな。